明日の夜から明後日の朝にかけて関東の南部や静岡県、山梨県では局地的に雪が降る可能性があります。その様子、まず予想天気図をご覧ください。こちらが明日日曜日夜の予想図ですね。この関東付近、特に何も天気図上は表現されていないんですけれども、この辺りに一つ前線が隠れております。弱いものでして、大きく雲が広がるわけではないんですけれども、局地的には雪雲になりそうです。寒気の強さも合わせてご覧いただきましょう。こちらが明日の夜9時の上空1500メートル付近の温度の予想でして、平地の雨を雪に変える目安マイナス6度の線が関東の南部付近まで降りてくるんですね。寒気そのものは強く、また夜間帯ですので気温も低くなって、降るものとしては雪になる可能性があります。その範囲がどこまで広がるか、こちらになります。こちらが明日の夜9時の天気分布予想でして、山梨県を中心に雪が予想されています。実際の雪雲はもっと局地性が強いもの、つまりこの中のところどころで降る程度というふうには見られるんですけれども、山沿いでは雪がまず降りやすいです。そしてその後日付が変わった後ですね、関東の南部、房総半島でも一部で雪が降る可能性があります。いずれのエリアも降っても弱いものなんですけれども、道路の凍結にはお気をつけください。一方、この雪雲、東京の都心など関東南部の平野部、都市部の方までは北上することはないというふうに見ております。こういった最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。ぜひご活用ください。